バリンです。久しぶりの撮影ですね。ちょっと何どうやって日本語喋るもちょっと忘れちゃったけど、まあ、頑張ります。今日動画撮ってる理由は、タイムから謎の荷物届いたから、ちょっとなんか面白いかなと思って動画撮ってるんです。そういえば最近ちょっとさんの家で猫飼ったです。待ちない待つ待つ待つ来来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 快点不要睡觉こちらです。中国語は包子、でも日本語は肉まんかな。いつもこんな顔するけど顔悪いみたい。でも可愛いよ。性格めっちゃ甘えてるとか。じゃあ今からアリムに連絡して荷物の話を確認するかねー。バリは本当に何も知らないけど、電話出るかな。電話電話。出ないか。喂喂喂，你在干嘛？我在ゆっくり。そっか。なんか荷物届きた？え、起きた？荷物？うん。何それ？荷物で、俺から？うん。起きた？うん。今動画撮ってるけど。あ、マジで？箱を届いたから動画撮る方が面白いと思うから、なんか動画撮って。お姉さん分かってますね。へえ。じゃあちゃんと動画撮るや、普通に。お、あ、動画。開けてるところ見たいからさ。おお、なんか怖い。用意できたら連絡してください。お、オッケー。バイバイ。はい。アリムです。バインです。はい。久しぶりやばい。いつぶりよ、マジで。やばくない？めっちゃ会いたくない？もう僕らは元気にやってますよ、本当に。で、今回は俺から荷物が届いたんですか？そう。ちょっとなんか、汁あ、大丈夫。取ったらなんかボロボロになっちゃったけど、結構、なんか、何これ。そうやね、まあそれをちょっと開ける動画やねんけど、ちょその前に一言言おれ。うん、いつ会えんねん、マジで。な、いつ会えんねん、これ俺ら。知ってるよ。早終盤してるよ。起きて。よかうん、なにこれ、なんかこうやって箱の中、重い。おかしじゃないな。うわ、木ある。おなんで。うわ、なんやと思う。え、なにこれ、めっちゃおしゃれ。これ長いやつやから箸。このタイミングでこの会えへんタイミングでお箸あげんな。え、やばい、この箱めっちゃおしゃれやけど。おしゃれやろ。もう、開けてもいい？うん、いや。オープン！じゃ、え？時計？時計です。うわ、こんな感じ。うわ、こんな感じ。中の木のやつめっちゃいい、ほんまに。そうやね、よくわかったな。木造で作った時計やねん、それ。あってるこれ。お、来た。うん、採水ちょうどや。まあ調節できるからな、いろいろ。めっちゃ似合ってるやん。よかった。マリオセンスめっちゃいい。あ、マジで嬉しい。嬉しい、ありがとう。それデンマークのブランドで、そうそう、説明書もついてるやん。わ、綺麗。確か桜の木で作ってたはず。へえ。めっちゃシンプルでおしゃれじゃない？めっちゃおしゃれ。なんかこんなこうやって、そしてこの、はいはい、めっちゃ綺麗な
バリのやつがフレイヤのメッシュバンドってやつやねんけど、うん、それが1ヶ月半待ちとかやってん、バリのやつ。え、ほんまに？人気すぎて、俺さっきあのサイト見てんけど、ソールアウトしてんねん、今も売り切れ中、今も。それ多分レディースの中で一番人気やと思う。売ってない。タイミングあったらいいけど、もしかしたら今売ってるかもしれへんから、概要欄にサイト載してるんでね、ぜひともチェックしてみてください。すごい案件。実はですね実はですねベアボーイさんから提供してもらって、これを。そうなん。そうやね。ってことで僕も、え、マジであるんですよ。はい、一緒。金のやつやん。俺金のやつやね。そう、そう、これめっちゃ俺一目惚れして、俺金の時計俺持ってないねやんか。持ってないから、うわ絶対これやと思ってこれ選んでんけど、俺とバリンがさ、まあ、会えへん中ね、こういう時計とかを提供してくれて、ベアボーイさんのおかげでこういう企画ができました。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、まあ、そうやねんけど、今からちょっとよかったら紹介させてください。これバリンは1日だけ、今開けたばっかやけど、俺何日かちょっと使ってみてんけど、何がいいかって言ったら文字盤。まずこれめっちゃシンプルじゃない？シンプルでさ、おしゃれ、おしゃれ。なんかで俺金やからさ、まあちょっと似合うのと似合わん服とか結構出てくるやんか。バリン何笑ってんの？だからな、もう一個バリンバンドついとったやろ。バンドの付け替えができて、こういう感じでもう簡単に取れんねん。で、つける時もほんまにめっちゃ簡単でつけれるから、ゴールドやったらさ、やっぱり似合わん服とかやっぱ出てきてちょっとあれやなって思うやんか。でもほら、そう、でもこれだけで全然、わーすごい、もう別の時計じゃない。俺これにもちょっと、そうやね、俺これにもちょっと一目惚れしちゃって、皮がまだ馴染んでないけど、いつも俺金使ってるからさ、皮が馴染んでないけど、まあこんな感じですかね。よくない？めっちゃめっちゃいい。で、ここも金やからさ、このここの金具のところも金やから、前とめっちゃ合ってんね。はい、まあこんな感じかな。めっちゃ似合ってると思うから、バリンこれからつけるやろ。そう、仕事 OK？ 時計 OK。オッケーオッケー。ベアボーイさんから提供してもらったけど、これからのサプライズって感じで、うん、使ってください。はい、ありがとうございます。はい、で今回紹介したこのベアボーイっていう時計のブランドやねんけど、この木造で作られてて、めっちゃシンプルでおしゃれな、そのデンマークの国のやつやねんけど、もし気になったって思った方いれば、概要欄にね、そちらのサイトを貼ってるんで、ぜひクリックしてみてください。今買うと15% オフのクーポンが、オリジナルクーポンが俺らに発行されて、エビリンって英語で打つと 15% オフにされるんで、わー、なんかよない？こういうのもう最高よ、ほいさんも。まあ詳しくは概要欄載ってるんで、まあ見てください、気になった方は。はい、まあまたね、これ2人で会って、おそろっちーってやろ。オッケー。じゃあその時まで頑張りましょう。ということで、せーの、元気。バイバイ。バイバイ。じゃあここまで見てくれてありがとうございました。バリンどうでしたか？嬉しかったです。ありがとうございます。今から毎日日本語どうやって言うの？つけます。今から毎日つけます。ほんまかよ。